ファイアウォールゼロアワーの操作を教えてあげる。左スティックを倒してポイントに向かって。左スティックを押し込めば走る。右スティックを倒せば体の向きを変えられる。次のポイントに向かって。バツボタン長押しでアクション。次のポイントに向かって。R2 ボタンでハンドガンで目標を撃って。三角ボタンで武器を変えて。R2 でターゲットを撃ってみて。四角ボタンでリロードできる。R2 でターゲットを撃ってみて。次のポイントに向かって。L1 ボタンを長押しでグレネードを構える。 L1 ボタンを離さずにコントローラーで狙いを定めて。ボタンを離せばグレネードを投げる。枠の中に入れてみて。次のポイントに向かって。L2 ボタン長押しで C4 アイコンが出てくる。 L2 ボタンを離さずにコントローラー。 L2 ボタンを押せば C4 が消える。次のポイントに進めばチュートリアルは終わり。